薪の窯をやりたくて こちらに来たんですよね。で窯を作ってこの土地の薪を使ってその薪が薪の灰が溶けてその色合いが出たりとかそういう焼き物なんです。だからまあここにいることによってその薪を準備したり薪を燃やすことでそのこの土地なりのものがねあの少しはできてるとは思うんですけどね。長野県の、 あの松本市なんですよ出身は。都会ではもうできないですからね。煙がたくさん出るんで、あと薪の覚悟とか、まあ、いろんなことを考えて、たまたまこちらに友達が先に来た友達がいて、でまあそういう交流を通して屋久島って魅力的だなっていうのがありましたよね。焼いてる時はもうすごい期待しながら温度上げるんですけど、やっぱり開けてみるとそれほどでもないっていう場合が多いですね。その代わりなんか想像以上にいいなっていうのもたまにあるんですよね。自分でコントロールできない部分がすごいあるんで、そういうとこが多分面白いんですよね。